岡田英治は日本の俳優、千葉県銚子市生まれ、身長166センチメートル、慶応義塾大学経済学部卒業。1946年、村山智義の第二次新競劇団に入団。1949年に花の素顔で映画デビュー。1950年、今井忠監督のまた会う日までで、 小賀のよしこの相手役を演じたことで一役注目を浴びる。新京劇団分裂後の1954年、劇団聖杯を木村井沙織らと設立。後に現代人劇場を経てフリーに。真空地帯、ここに泉ありなどの話題作に次々と出演したほか、1959年にはアランデネ監督の24時間の常時に出演。世界的にも知られることに。 テレビドラマでは、もみの木は残った、高原へいらっしゃい、白い巨頭などに出演した。その日本人離れした堀の深い、整った風貌から和製ジャンマレーと言われ、親しまれた。1995年9月14日、心不全のため死去。75歳を打つ。10枚は、遠藤修作と結婚した。また会う日まで、1950年。右は、小賀のよしこ。 ここに泉あり、1950年。左は、岸慶子、山彦学校、右などなど、ありがとうございます。